あ、困ったな。今日友達になった人間の子供たちに大切な話をしようと思ったんだが、はあ、困った困った。あれがないとどこへしまったのかな。ああそうだ、確かここに。ちょっとどいとくれ。何探してるの？本だよ、見つからないんだ。大事なものなの？話せば長くなるんだが、お前のおじいさんの、そのまたおじいさんの、とにかく古くから書き伝えられている本なんだよ。何が書いてあるの？自然の仕組みのことさ。生き物みんなが知らなきゃいけない大切な自然のことが書いてあるんだ。例えば草や木がなくなると、それを食べる虫や鳥、動物たちが生きていけないだろう。うん。人間がやってきたことで大切な自然が壊されようとしているんだ。わあ、ここは真っ暗だね。怖がらなくていいよ、お話をするにはちょうどいいだろう。さて本はどこだ。ねえ、何これ。おお、そいつが出てきたか。笛と羽だね。ねえ、どうしたのこれ。うん、それにはちょっと恐ろしい話があってね。教えて教えて。ああ、いいよ。森を守る偉大な犬ワシのお話だよ。ある日のこと、北の森の変な噂を聞いて私は行ってみることにしたんだ。旅の途中、薬草を取っていると遠くでかすかな声がした。行ってみると、そこは美しいキノコの森だった。そこで大きなクモの巣に捕らえられたエルフを見つけたんだ。私は急いでエルフを助けた。するとエルフはお礼に笛をくれたんだ。もし危ない目にあったらこの笛を吹いてください。そう言うとエルフは去っていったんだ。それからまた何日も歩き続けて、やっと北の森にたどり着いた。噂は本当だった。きっと人間の汚した空気が雨となって降り注いだせいだろう。美しかった北の森は荒れ果てた死の森になっていたんだ。そこに犬足のヒナがいた。巣から落ちたらしく、具合も悪そうだった。私は集めた薬草で手当てをしてやった。その時突然ヒナが大きな叫び声を上げた。振り返ると、私は凍りついたように動けなくなってしまった。森が死に、食べ物がなくなって、飢えたクマがこっちへ向かってきたんだ。もうおしまいだと思ったよ。でもそこで思い出した、エルフの笛だ。私は力いっぱい笛を吹いた。するとクマは不思議そうな顔をした。でもすぐまた襲ってきた。その時だ、小さな光がたくさん瞬いた。空一面のエルフだ。それが小さな剣で一斉にチクチク刺したもんだから、クマは慌てて逃げ出していったってわけさ。